焦るよ。焦らないでください。はい、行きます。こっちです。目指せ登録者2000人、これまじ生放送で大集合スペシャル。イエーイ。始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まず自己紹介からさせていただきます。これまじプロデューサーで今回企画じゃない進行を務めさせていただきます根本と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。早速5日目ですね。はい、5日目すいません、はい、です。チャンネル登録マジでお願いしますということで自己紹介ですね、一番奥お願いいたします。はい、はい、これマジで紐を買ってます、朽木若菜です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、そしたら次お願いします。はい、このチャンネルのイケメン枠、土井康平です。よろしくお願いします。イケメン。イケメン。エースですね、エース。ありがとうございます。はい。はい、次、お願いします。はい、まだチャンネルの方には出演していません。古い林の方角の南で小林みなみです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、予告編は、前回上がってますんで、それ見てください。お願いします。はい、そしたら次お願いします。はい、観覧車乗ってました、フレッシュキャンパスコンテストに出場してます。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。宣伝ありがとうございます。宣伝ありがとうございます。はい、そしたら次お願いします。はい、学級委員長の高橋恵美です。よろしくお願いします。はい、学級お願いします。委員長役でね出演していただいた高橋さんという方。はい、はい、今回も放送始まりましたけど、はい、はい、皆さん特に今回宣伝とかないですか。宣伝ですか。はい、なんか宣伝したいこと、今さっき鈴木さんにも宣伝していただいたので、あ、うん、あ、フレッシュキャンパスね、はい、みたいな、皆さん投票してあげてください、ね、あの9月10日から4次審査が始まるので、4次審査。おー、すごいすごい。よろしければよろしくお願いします。はい、ぜひぜひツイッターの方でですかね。あ、ツイッター、そうですね、はい、ツイッターとインスタといろいろリンク貼ってあるので、よければ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で何何何他になんか宣伝ある方あれば、こういうの宣伝したいよとか。いきなり宣伝でいいんですか。ああ、いいですいいです、もう時間あるんでね。離れません、大丈夫ですか、ね、確かにみんなでいきなり。なんかあるっすよね。なんかあるかな。これもありますんで。いや、もうこのチャンネル登録してくださいという宣伝しかないですね。まずは、まあ、そうですよね。よろしくお願いします。チャンネル登録今登録者が現在58人ぐらい。58人 ?1958 人ぐらいで、あと42人ぐらいで2000人行くので、あ、ありがとうございます。放送時間内で行きたいです。はい、よろしくお願いします。始まる前の10分でもう10人伸びてますから、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、まずここね、2000人目指してますから、はい。はい、この時間で、もう8月中とは言わず、もう今の1時間でね、生放送終わっちゃうんで、1時間以内に、はい、2000人なんとか目指していきたいなというふうに思っております。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。で、という感じで、まあ、いろいろね、今日企画とかやっていこうと思うんですけど、はい、まあ、もう中継がありますので、はい、あ、中継あるんですか。中継あります、はい、何時間、1時間1時間1時間番組、はい、1時間番組で中継の方とつながってますので、番組趣旨いっちゃって、番組趣旨、番組趣旨、まあ、まずね、まあ、この今日の頑張りを見せたいと、うんうんうん、チャンネル登録に向けて頑張ってる姿をどん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 見せていきたいというのがありますので、まず、中村さんというのが今ここにレギュラーメンバーでいないじゃないですか、一人。確かにいないですよね、はい、っていうのがありますので、その先と中継とつながってますので、はい、あ、60人いきました。ありがとうございます。伸びがすごい、伸びがすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あと40人あと40人。ありがとうございます。ありがとうございます。あと40人。ありがとうございます。ありがとうございます。計算だ。僕に言わないから。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、中継つながってますので、中継先のおもちさんと、中継つなげていきたいと思います。はい。おもちちゃん。ああ、おもちちゃん。音が、あ、声が。あれ、ちょっとプロデューサー、ちょっと音が、あー、やります、やります、お待ちください、お待ちください。ちょっと作業遅くないですか、ちょっと。あー、すいません、すいません。おもちちゃん、声が、おもちちゃんと、あと、すげえ、まあ、ちょっとひよいのもの映ってる、ひよいのもの映ってるから、映ってない、映ってない。え、なにこれ、映えてる、映えてる。お願いします。絆。皆さん、はじめまして、中村文也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、もらいます。意気込みをお願いします。はい、生放送
はい、バトンの方お願いします。これを持って走っていただきます。あーいいですね。後ろに東京タワーとか映ってて。東京タワーね。あ、すごい。綺麗。すごい。晴れてる。晴れたね。さっきまで雨降ってたね。確かに。晴れ男がいるんだよ。そう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 。これあれですね。何をするかのとこ全く音声なかったんですけど。そうですね。とりあえずあれですよね。はい、もう一回説明。はい。はい、あの。さっきさんの人で説明して、はい、今回ね、中村さんに走っていただいて、はい、事務所に戻ってきていただこうと、時間内に、このスタジオね、はい、どこまで走るんですか。どこまで、ここですね、ここ、はい、どこから、東京タワー、東京タワーからもうここの、なるほど、はい、スタジオまで走っていただくっていう感じ。頑張ってください。だいたい約10キロぐらい走る。10キロ、はい、10キロ、はい、10キロぐらい走っていただいて、そんなにあるんだ、はい、もうね、多分辛い姿、ずっとワイプで映ってますんで、走ってる姿。あ、なるほど、はい、頑張ってください。チャンネル登録マジでお願いします。これやらせなしですよね。やらせないです。タクシー乗るとかないですよね。ないです、ないです、ないです。あの2人は乗ってきますよ。富田さんと大森さんスタジオ戻ってくるんで。あ、なるほど、はい、はい、乗っていきますので。まあ、防がれないんずっとワイプでこうやって走ってる。あ、そうか、そうか、なるほど、はい、頑張ってください。頑張ってください。待ってます。はい、ということでね、まあスタートの方していきたいと思いますので、はい、こちらの方でスタートを切らせていただきます。聞こえてますか？聞こえてます。はい。じゃあ行きます。スタートまで10秒前、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート！すごい、本当に走ってる。すごい。はいはいはい。頑張ってください。今募金箱はどこですかっていうちょっとコメントがあったんですけど。募金箱はすいません、ないです。募金ないので代わりにチャンネル登録してください。代わりにね。はい、お願いします、お願いします。お、ちゃんと映ってる。え、すごい。すごい。頑張って、頑張ってください。すごい。はい、ということで、はいはい、はい、戻ってきましたという形でね。はい、こういう感じで、もう中村さんずっとワイプで走ってる姿映ってますんで。はい。声も何もないということでね、うんうん。スタジオまで無事戻ってきていただけたら最高なんですけど、うんうん、はい、という感じになります、はい、そしたら、いろいろ今日ね企画の方を用意してますので、まず1個目の企画からやっていこうと思います。何ですか、はい、早く出してください。ちょっと、あ、すみません、ありがとうございます。バン、みんな見に来て SNS 投稿タイムという、イエーイ、イエーイ。まあ、皆さん各種 SNS やられてると思うんですけども、はい、まあ、そこで生放送だったり、はい、まあ、ツイートですね、あのみんなこの YouTube 見に来てくださいという感じでリンク貼ったりとか、うん、いろいろそういう SNS の宣伝活動っていうのをしていただきたいなと思いますので、今からスマホ出していただいて全然大丈夫ですので、はい、はい、各種インスタ、ツイッター、TikTok、まあ、そういうところでね、まあ、投稿していただければというふうに思います。で、まあ、まずもう宣伝ツイート投稿しちゃっていいので、はい、投稿した方は投稿しましたっていうふうに、宣伝とか何リツイート行きましたよって言っていただけると助かりますので、はい、はい、宣伝活動よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もマジでお願いします。お願いします。はい、お願いします、お願いします。どうですか皆さん、 SNS 活動とかはやってますか？頻繁に投稿、まあ、ちょい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 、はい、はい、毎日投稿頑張ってますか？いや、高橋さんも褒めてある。高橋さんもね、毎回ねチャンネルの、リツイートだったり、ね、はい、引用リツイート毎回高橋さんだけしてくれてますんで。あ、そうなんですか。はい、高橋さんだけ毎回してくれてます。すみません、ツイッターやってないです。すみません。あ、でもじゃあこの日をね、はい、宣伝広報部なんで。 あ、 ありがとうございます。宣伝広報部、今聞きました、ありがとうございます。さすがに、はい、宣伝隊長という感じで高橋さんね毎回やってくださってますんで。これ、はい、あ、これ、これマジ、これハッシュタグこれマジで、はい、これをひらがなで、はい、マジかカタカナでお願いします。生配信というハッシュタグもつけていただければ。わかりました。はい、はい、あ、生ライブもしていただいて全然大丈夫なんで、同時で。なるほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。一番乗り朽木さん、お願いします。ありがとうございます。チャンネル登録マジでお願いします。
いました。ありがとうございます。小林さん、チャンネル登録マジでお願いします。ありがとうございます。設定ってどうですか、 SNS 大変ですよね、毎回毎回ツイートするの。でもこれマジもインスタとツイッターやってますもんね。はい、インスタ、ツイッターやってますし、うん、はい、TikTok もやってますし、うん、はい、全てやってます。 TikTok も、はい、なかなかね、好評で100万再生とかも撮ってたりするので。そうですよね。はい、ありがとうございます。ありがたいことに、おかげさまで、おかげさまで、ありがとうございます。もう TikTok と土井さんの相性がものすごくいいみたいでね。いやいやいや、そんなことないですよ。毎回毎回そのもう再生回数1万2万と超えます、ね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。投稿しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。高橋さんもね、3番目という感じで、ありがとうございます。はい、僕じゃ TikTok ライブやってます。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、もう土井さんに見に来てくれた方全員チャンネル登録したらすぐ2000人来ますので、はい、よろしくお願いします。62人。あ、62人、ありがとうございます。ありがとうございます。38人、ありがとうございます。ありがとうございます。行きます、行きましょう。ということでね、まあ、今回なんでこんな感じで生放送してるのかと、改めて趣旨説明の方をさせていただければなというふうに思います。で、まあ、今回、まあ、みんなのね、こう頑張り、例えばツイートしたりだとか、まあ、ワイプで写ってる中村さんみたいに走ってる姿を見て頑張ってるんだぞっていうところを、まあ、みんなに見ていただいて、頑張ってるチャンネルだったらチャンネル登録してやろうと思ってくれる人がいっぱいいると思いますので、まあ、そのために、まあ、こういう生放送しているっていう感じになりますので、皆さんチャンネル登録マジでお願いします。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 今何人ぐらいチャンネル登録、もうさっき60何人でって感じですもんね。そうですね、60人。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと弱か、はい、60人弱。ありがとうございます。本当にまあね、本当に半ぐらいまでにね、80人とか行くと一番気持ちいいんですけどね。そうですね。はい、はい、まあ、今80人いても面白いんですけど確かに、はい、はい、チャンネル登録マジでお願いします。くちきさん、コメント読んでください。はい、結構来てるんですか、チャンネル。もう僕全く配信画面見れてないんであれなんですけど、みんな来てますね。ありがとうございます。コメントもありがとうございます。コメント結構すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おばちゃん可愛い、ありがとうございます。ドイドイどこって来てます真ん中、真ん中、真ん中にいるよ呼び捨て、面白いですね。確かに、ドイさんって呼んでほしいですね。はい、まあ、様ですね。あ、様でしたね。はい、ドイ様で呼んでほしいですね。パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。これマジらしいよって読むのって来てるんですけど、これ本当らしいよと、これマジらしいよ、これ本当らしいよで、かっここれマジ、これマジ、はい、なるほど。ありがとうございます。正式名称これ本当らしいよで略すとこれマジ、これマジになる、うん、まあ基本みんなこれマジって呼んでるん で、 そうです、ね、気軽にこれマジって呼んでいただければ、うん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。という形で来ましたという感じになります。で、まあ、SNS 投稿タイムっていうのも終わりましたので、はい、次の、コーナーの方行きます。はい、はい、これ本当らしいよこれマジアカデミー賞、よいしょ、これマジアカデミー賞ということで、まあ、過去にあの、まあ、投稿したストーリーの裏話だったりとか思い出話っていうのを、まあ、踏まえながら話しながら、こっちで1個賞を用意しましたので、何個か、まあ、それにまつわる方は何々賞という感じで1人受賞者いますので、まあ、その方々たちと喋っていきたいなという形になります。はい、まず、第1のね、優秀賞という形でいきます。はい、最優秀賞、キュンキュンしたでしょうですね。はい、はい、景色の見えない観覧車、鈴木心さんという形で、はい、最優秀賞、最優秀賞、おはようございます。最年少、最年少、フレッシュフレッシュ、はい、やらせていただいております。はい、はい、で、まあ、ここの景色の見えない観覧車で一番大変だった思い出とかってありますか。大変だったのは、はい、観覧車の中のシーンなんですけど、窓を閉めてやってたので、はい、もう蒸し風呂、蒸し風呂状態、ほんとサウナみたいな感じで汗拭きながらやってました。ちょっとプロデューサーダメだね、そういうの申し訳ない、はい、ちなみに空調とかなかったですか。空調が壊れてて、壊れてなくて、ちょっとちょっと
それは僕の管轄じゃないんで、故障に関しては申し訳ない。そうなんだ、6月とかですよね。ムシムシでやってました。あ、ムシムシで、まあ一番暑い時にやりましたね。8月の頭ぐらいで撮影して、そうですね、はい、1月6月ぐらいちょっと下振りやめてもらってあれもね、なかなかあのずっと予告で流れてて1ヶ月ぐらい流れてたと思うんですけど、うん、ってな感じでやってました。あ、8月頭じゃないか、8月頭じゃないですね、すいません、7月の頭でした、申し訳ないです。何を言ってんすか。撮影日、撮影日、撮影日です。8月3日でどっちでもいいです。7月3日でどっちでもいいです。視聴者から関係ないですからね。ってな感じになります。仕上がりとかね、すごいいい作品になってましたね。フレッシュで爽やかで、これマジとは普段のこれマジちょっと違ったね、爽やかテイストで、うん、いいよね、俺らなんて外ロケ行ったことないのでさ。私ずっと家なので、なんかここでサバ缶食べてるだけなんだ。サバ缶食べたりとか、いろいろ食べたり揉めたりしてるだけなんで、家の中で。そう、唐揚げ食べたりとか、羨ましいわ。しかも私今日初めて土井さん以外の方々に会って、あー、なるほど、初めまして、いつも本当にお世話になってます。うちの紐が、おい、おい、私は結構あのこれニート彼氏以外も撮影行ってるじゃん。意外とね、はい、私それ以外全く行ったことないので、うん、そうなんです、土井さんにはそうですね、一番合ってますね。間違いない。観覧車とかいい、いいですね、最高ですね。串木さんもね、なんか観覧車とかそういうのあれば一番いいんですけどね。そうですね、はい、爽やかな話。今度紐連れてやがる。紐連れて観覧車会やりますか。紐連れて観覧車会。確かに胸キュンね、そろそろ胸キュンしんよ。なんか蒸し暑いんだけど、何ここっつって、なんでこんなとこ来たの。そういう回も、まあ確かに外ロケニート彼氏もありかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の最優秀賞いきましょう。はい、はい、順番が、あ、はい、はい、次最優秀賞。予告でこすった、こすれ、噛みすぎです。こすられてるでしょう。一行で何回噛んでる。死の愛玩、小林みなみさんという方。はいはい。よろしくお願いします。ありがとうございます。どういうことですか、こすられてるでしょ。こすられてるでしょうっていうのは、はい、本編が上がらず予告だけずっと流れてる。なるほど。なるほど。一切出てないということですね。出てないです。結構ファンの人が心配してる、本当に出るんだろう。確かにそうですね。予告だけ先にポンって上がって、本当にこれ全部撮ってんのかって思っちゃいますよね。結構大変な撮影だったのよね。そうですよね。そうよね。ちゃんと全編ちゃんと撮ってますんで、はい、あの小林さんの見たいって方はチャンネル登録マジでお願いします。お願いします。最近僕があったの。最近っていうかもう最新作。はい、1個前の動画ですね、見ていただくと分かるんですけど、予告が、長い予告が上がってますんで、はい、それがかっこいい仕上がりになってますんで、ぜひそれ見ていただきたいと思います。ですよね。はい、で、役柄ですね、まあ、どんな役柄演じてますっていうのをちょっと伝えていただければと思うんですけど、はい、予告でも私結構あの血まみれの感じの今までのこれマジでないし、私もやったことない役なので、結構あのどんなリアクションが来るのか若干ドキドキしつつ楽しみにしておいてください。ありがとうございます。公開日っていうのが前回ね、あの報告というか上げさせていただいた近日公開という形でですね、じゃあまだ分かんないですよ。近日以降、ね、近日です。じゃあまだまだ予告だけでかもしれないし、次上がるかも。なるほどね。それもやっぱ近日っていう形で、はい、上がりますんで、はい、もうそこはやらせていただいてっていう形になります。やらせていただいて、はい、やらせていただいて、まあ、長い作品になりますんで。そういうことか。はい、あのなので予告で先にポンと。なるほどね、はい、なるほど。多分これマジの普段の長さとはちょっと違う長さになるんじゃないかな。見応えたっぷり、まあまあ、シンプルに編集に時間がかかってるということですか。まあまあいろいろね、はい、長い作品なんで。ああ、なるほど。キャストもいっぱい出てます。ああ、そうですよね、はい、ゲストで。そういうことですよね。はい、小木下さんっていう方も、はい、ゲストに呼んでますので、ね、まあまあ、誰やねんってなるでしょ、はい、誰やねんって。昨日のねほ、あの予告編でホームページ載っけてますので、小木下さん、はい、気になる方はぜひ小木下さんのホームページチェックしていただいて、ぜひぜひ、まあ、土井さんとかも出てますんで。そうですよね、はい、はい、過去一出演者の多い回。ああ、そうですね、って感じになっています。はい、ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。始まります。はい、で次ですね、はい、最優秀再生回数取ったでしょうという形で、ひも彼氏土井さんと朽木さんになります。ありがとうございます。もう一番シリーズがね、もういっぱい7本ぐらいありますんで。そうですね、はい、
3ヶ月で7本ってまあまあ多いそうですね。でこれまで全部で今28本出てるらしいですよ。そうですね、はい、だから7本って結構3本に1本紐ってことですそうですね、3本に1本紐まあ皆さんね待ち焦がれてますんで毎回毎回、はい、TikTok でも一番再生数取ってますし、 ありがたいですね。 YouTube でも、はい、一番再生数取ってますんで、はい、どうですか紐彼氏やってていやまあやっててどうなんですかね、はい、いやもうなんか僕は台本なんて合ってないようなもんやからさ、ね、もうなんかここの掛け合いの自然さがもう出てますね、まあ、もうちょっとあうんの呼吸じゃないですけど、うん、それに近いものを多分スタッフさんからしても一番楽なんじゃないかなそうです、ね、私からしてもね私でカット出すまでずっと喋り続けるみたいなそうそうそうちょっと異様な撮影ですよね、うん、異様な撮影。ロイさんとか一番これ印象残ってるな回みたいなありますか。え、それはニート彼氏以外でですか。ニート彼氏まず、はい、いやでもずっと2人だけだったんで、はい、これから公開されるやつが、はい、まあ、新しい人と絡んだりするじゃないですか、はい、予告でも、はい、上がってます、はい、それが一番やっぱね、うん、面白かった、おーってなるんじゃないですか。あ、まあ、確かにそうですね、はい、さっき中継でつながってた富田がね、そうですね、はい、なんですけど金髪坊主が出る回ありますんで、うん、それもね近日公開という形で、はい、いつ出るか分かんないですけど、はい、近いうちには必ず出ますんで、はい、わかります、楽しみにしてます。結構なんか生活の一部になりつつあります。あの月に1回とか2回ひも彼氏を買いに家から出て不思議なルーティーンが増えてしまって、確かにそうですね、私家であの旦那にあのドラマ撮影行くときにちょっとひも買ってくるねって言ってまあそうですね、月1以上に撮影あるんでね、そうですね、定期的にひも彼氏を買うって不思議な感覚のまま、うん、ちなみに朽木さんはひも彼氏で思い出に残ってる回とかってありますか。いや結構過去にひもの彼氏が多かったので、だから結構本当にリアルだな、リアルだね、だから私がちょっと経験上リアルだなって思うってことはきっとひもだったのかなって思う、違います違いますやっぱ素質あるなって、素質ある、あ、ありがとうございますひもの素質ある、素質がある視聴者の皆さん待ってます、そうペイペイ待ってます、ペイペイチャンネル登録もマジでお願いしますペイペイ待ってます、リアルすぎないですか。もう引き逃せなかった。ああ、すみません。実際の紐の話振ろうか。私あの実際の紐のまあ彼氏がいらっしゃったって方なんですけど、はい、なんか思い出残ってるとか印象残ってて、こいつやばかったなみたいなエピソードあります？でもなんか過去3人紐飼ってたこと、3人飼ってると三種三様で。ああ、なるほど。はい、まあそうですよね。そうなんです。なんか違うパターンの結構プロっぽい紐の人もいれば、プロっぽい。なんかちょっと本当にしっかりちゃんと紐やりな、やるならやりなみたいなタイプの紐もいるんですけど、また新しいタイプの紐で、まあ、4人目の経験、今4人目の経験ができてるのですごく面白いです、はい、逆に共通点とかあるんですか、紐になりやすい人も。でも基本的にやっぱ全員ゲームしてるのは本当に今回もゲームの多分回がすごい多いと思うんですけど、ゲーム好きな人多いですね。紐でアウトドアって聞いたことないので、確かに、あ、まあ、確かにそうですね。紐で旅行行こうよみたいな人と聞いたことないので、まあ、こもりがちですよね。そうですね。映画見たりとか、漫画読んだりとか。なのでやっぱりこう撮影がインドアになっていくのも仕方ないです。まあまあそうですね。室内で撮るっていうところは、ね、はい、あると思います。はい。ありがとうございます。いや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 。多かったですね。おかえりなさい。帰ってまいりました。すいませんね。申し訳ない。ありがとうございます。いやー、はい、遠い、ここまで遠かった。せっかくで、まあ、タクシー使って行ったんですけど、やっぱりね、この距離走るってすごい、大変でございますよ、はい、頑張ってください。いやーね、まず、まあ、お二人自己紹介まだしてないので、そうですね、はい、自己紹介お願いします。あ、TikToker のおもちです。もっと、はい、声張って、声張って、この街であざとい女で出演してます。よろしくお願いします。はい、絶対マイクいらん。あざとい、あざとい、絶対マイクいらん。あざとい、あざとい、全然マイクいらん。次、はい、金髪坊主、はい、誰誰誰誰の喋ってたけど、あれ、見えない、見えない、見えない、あの、クロミンの、あ、いいです、怖い怖い、カメラの前の皆さん、まず、はい、皆さん、はじめまして、金髪坊主、怪しい音吹きの富田でございます。よろしくお願いいたします。はい、いろいろなことやってますけどね、はい、やって帰ってまいりました。で、今、どこまでやったかっていうのは、お二人、全く知らないと思うんですけど、そうですね、今、全く分かんないですね。今、これまでアカデミー賞
なんとかでしょみたいな感じで、はいはいはい、発表してたんですよ。なんでしょう、はい、でお二人も受賞してる賞ありますか。あらま、はい、何をやったのかちょっと、はい、じゃあこちら発表させていただきます、はいはいはい、どう最優秀賞楽しかったでしょうですね。好きな子が金髪坊主に呼ばれました。あった、はい、ありがとうございます。あちゃさんとファミタさんですね。あちゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか金髪坊主でしたから、はい、金髪坊主会という形で、金髪坊主はもうどうしようもない、どうしようもない伸びましたね、伸びましたね、結構経ちましたからね、1ヶ月ぐらい経ちましたからね。金髪坊主は可愛いから仕方ない。じゃあ、あの素敵な笑顔を見せてあげてください。はい、素敵素敵。いい笑顔。かわいい。金髪坊主とは思えない笑顔という形で。なかなかね。はい。横浜まで行っての撮影大変でしたね。大変でしたね。はい、楽しかったですけどね、撮影自体は。はい、すごく。はい。まあ、ギュッて撮影してましたけど、ね、撮影して、はい、いろいろアトラクションのステージもらいましたし、あんなテンションでやらせていただきましたし、割と素が近かった感じなので。あ、素が近かった。はい、あんな感じなんですよ、私生活。怖いな、だって。徳田さんとか言ってるんですよ。あなたの名前はって言ってるんですよ。怖い人です。怖い、怖い。信じられない。怖い、怖い。そうなんですよ。どうでしたか、あの時の撮影の暑さとか。暑さ、はい、顔テッカテカだったっていうのもありますし、そうですね、油汗かいちゃって、油汗かいちゃったりとか、もう暑くて暑くて真夏の横浜、はい、最高最高なんかよ、最高でした。でも寒いところにも入ってなかったですか。寒いところも入りましたね。あの緩急がすごかった。あの入ってみたら寒くて、前田30度の世界ですよ皆さん、30度の世界ですよ、相当つきます。いや、つくよ大体。アラスカ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 、じゃあ逆に伝わりづらいどこって楽しそう、はい、ありがとうございます。ということでね、あ、そうだ、高橋さんあ、そうだ、ここに過ぎて、手前に過ぎて見えないみたいなありますんで、あ、じゃあここに来ていただいて、はい、高橋さんも、どうでしたか、横浜のあの暑い撮影。横浜の暑い撮影、はい、いやー、暑かったですけど、はい、さらに金髪坊主の方が、うん、まあまあ明るいね、中山さん来て、さらに暑さ増しましたね、すごい、いいアクセントになりましたね。アクセントにはならない暑いとこに暑い男来たらアクセントにはならない。スパイス、スパイス、カレーで言うね、辛さを足すみたいな、そうそうそう、全然違うよ違いました、はい、そうそう、もう熱い男代表ですよね。そうですね、中身も見た目も熱いんで。そうか、はい、そりゃアイスクリーム溶けますよ。いや、あれはもう溶けて溶けて最終的に下から声出さない。あれあれあれ、どうしようどうしよう、気温が熱いだけあなたの夏関係ないですから。いや、これ3分水高くはい、はい、ということで、まああとおもしさんもね、出演してる回ありますんで、あざとい女子の回っていう感じで、はい、可愛かった、水タバコ吸ったりとか楽しかった、はい、土井さんとおもしさんで出たんですけど、あの時のまあ、あざとい女子の回、なんか思い出に残ってるシーンとかありますか。へー、水タバコですね。やっぱ水タバコですか、はい、どうですか、味とかは。え、美味しかったです。あ、普通にあのカット回ってなくてもずっと吸ってたし、あんまり言わない方がいいかもしれないですけつってね、ボコ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 って。逆に土井さんなんかはあんまりうまくできずみたいな感じ。そうですね、僕そういうやっぱパリピじゃないので、はい、パリピみたいな、はい、僕真面目なのでそういうのはちょっと吸ったこともないし、ないし、あの撮影で初めて吸った、はい、そうですね、はい、怖いな、まだ怒ってるのかもしれない帰れよ帰れよまあぜひね、その回も見ていただきたいですね、うん、はい、はい、チャンネル登録マジでお願いしますありがとうございます。おもちさんファンとかもね、はい、ぜひ見ていただいてっていう感じに。だいぶ中村さんの背景が住宅街になってきたので、なんかちょっとそうです、あの歩いてます、歩いてる、あれ歩いてる、歩いてる、さっきからちょいちょい止まってたり、あれ、あ、信号が違えな、あ、すいません、本当に勝手に早とちりして、あ、法律は守ってください、はい、ありがとうございます。でもだいぶなんかこう景色が変わってきたので近づいてる感じはありますね、うん、結構多分疲れてますよね、ちゃんと最初のなんかリズム感と違いますなんかこうなったのか下がってるから手が絶対下にこれ持って走るの結構しんどい、うん、しんどいと思います。多分手入れ替えたりなんなりして、うん、結構多分人増えてきてめっちゃキョロキョロしてるもんな、うん、あ、まあ、ファンがいるんじゃないですか、ファン、あ、ファン、なるほど、この服で一人で走ってる確かに体力よりメンタルも大変、メンタルだね絆って書いてあるきついですね、手書きのね、後ろにも、はい、書いてありますね、ちょっと見てくださいよ、チラッと
あら、お、あら、ありがとうございます。あの、あんまりね、見せるもんじゃないかなと思って。え、うん、見たい。いいじゃん。なんて書いてあるんでしょうか。そっちの方がイケメンかもしれないです。あー、いいですね。このまま司会続けようかな。イケメンだ、かっこいいわ。やりづらいな。はい、じゃあ、今何人でしょうかね。はい、何人。あら、何人でしょうか。60の台までしかアプリが見れない。あー、確かに。アプリが見れないので60人台ですね、まだ。66。あー、ありがとうございます。みんな長い。あと34人。はい、ありがとうございます。お願い、よろしくお願いします。お願い。じゃあ、そうですね、そうなってくると次の企画、じゃあ行ってチャンネル登録をバンってまた増やすような活動をしていきましょうか、ね。はい、はい。次の企画こちらです。ドゥルンドゥルン、よし、TikTok 撮ってみよう。あら、撮ってみましょうよ、皆さん。あ、でも、まあ、うちはね、 TikTok の2人いらっしゃいますので。誰？はい、おもちさん、あなたの隣におもちさんと、あら、まあ、はい、土井さんという方で、あら、まあ、今回ですね、あの、まあ、おもちさんメインにちょっと TikTok をみんなで撮って、はい、まあ、それをその場で投稿して、はい、はい、チャンネル登録につなげていこうという企画になります。楽しみですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、今回撮るのは TikTok の音源使って、まあ、みんなでできるようなものを撮っていこうかなという感じになりますので、はい、よろしくお願いしますという感じで、まあ、ここからちょっとね、あの、僕の方じゃできないので、はい、TikTok 上げてはいるんですけどね、うん、音源とかやったことないんで。あ、TikTok の方ではない。 TikTok の方ではないです。あ、TikTok の方ではない、はい、チャンネル運営してはいますけど、はい、TikTok ではない。 TikTok ではない、はい、自分の顔出してやってるわけじゃないです、はい、よろしくお願いしますという形でお願いしてもいいですか。はい、撮りますか。撮ります、撮りましょう。はい、携帯もできちゃった。あら、ああ、じゃあ行きましょう。撮ってきてね。チャンネル登録マジでお願いします。お願いします。マジ、はい、マジマジマジこれマジ。はい、まあね、おもしさんが今、携帯を準備しているという形になりますので、その間にですね、まあ、僕の方で一人で喋っていこうかなという感じになるんですけども。一人で喋っていただきたい。一人で喋るんですか。はい、まあ、俺らはいらないんですか。ああ、まあ、もうすぐ来ると思う。ああ、なるほど。20秒だけ一人で喋ろうかなと。ああ、じゃあ一人で喋ってくれて、はい、という間に来て、はい、いただいて。ありがとうございます、ありがとうございます。え、でもこれどういう、ここに返す。ああ、はい、まずみんなで一回立った方がいいです。あ、でも前後の方がいい。はいはいはい、行きましょう行きましょう。はい、後ろ行きましょう。まあ、こんだけ今密になってますけど、ちゃんと検温とアルコール処理とかしてるんで安心してください。飛んでます。消毒入れてません。消毒入れてます。収録に聞こえますよ、僕。あ、収録に聞きました。消毒です。あ、そうです、はい、アルコール消毒してますんで、はい、チャンネル登録マジでお願いします。押せば OK です。あ、じゃあタイマーにしよう。じゃあタイマーにして、タイマーにして。俺も TikTok のことはいる。確かにそうですよね。俺も知らんねんな。わちゃわちゃ楽しい感じじゃない。イエーイ。急にテンション。イエーイ。あ、違う違う。私、あの、何の やつ取るかも言ってないですよ。はい。聞いてません。これ、それ。はい。カメラ見ながらでお願いします。こっちでこれを取ろうと思います。まあ、多分音聞けば分かると思うんでね、皆さん。はいはい、ここでこれ、あ、これだけ、うん、はい、思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。右からら簡単だからできる、はい、できる。皆さんはね、何の動画撮ってるかというのは投稿された動画見てね、確認していただければと思いますので。え、ちょっと画角任せていいですか、はい、あ、TikToker の TikToker の土井さんが画角を調整して、画角を調整しています。カウントダウン10秒でいきますね。じゃあいきますね。右から右から右から、こっちから、ここです。行きます。はい、行きます。こんぐらいでいいんじゃない。うわ、初めて撮る。私も私も私も最初何もないからちょっと楽しくしてってください。楽しく楽しくイエーイ。タイミングわからん。最後ミス。はい、ありがとうございます。これならやりやすいですね。やりやすい、ね、これなら皆さんもできる。皆さんもできる。できますね。一生懸命バラバラバラさん一生懸命走ってるのにみんなで応援応援してる、応援してるっていうの。ワイプでやってるかもしれない。うん、こうやってやってるかもしれない。見えないところで。ありがとうございます。はい。まあ、これをね、今。楽しそう、めっちゃ。
ほんま？ありがとうございます、ありがとうございます。すごい楽しんじゃったまあこれをね、今おもちさんに投稿していただいて、おもちさんのアカウントのサブアカに載ってます、はい、載ります。見てね。なんて言ったの、アカウント名、桜餅って、はい、桜餅、桜餅っていう TikTok アカウント見ていただいて、はい、そこに上がってますんで、さっき撮ってた動画気になるなって方はぜひそっちをね、はい、チャンネル登録お願いします。はい、はい、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします、はい、これマジチャンネル登録お願いしますと分けていただけるとありがたいです。ありがたい。じゃあやってます、はい、これちょっといいですか、じゃあ、はい、編集に移らせていただきます。あー、はい、もうその間はこっちでわー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 やってますんで、20秒ほど喋っていただくんで、はい、20秒ほど一人で喋っていただくん、あ、させていただきますんで、はい、よろしくお願いします。皆さんは TikTok やられてるのは土井さんだけですか？あ、はい、チキさんもやってるものの全然投稿してない1年、1年ぐらい、1年投稿してる、バレてる。やっている、やっている、1年投稿してない、やってない。まあもしかしたらね、これを見て、あ、最近の TikTok 楽しいなと思ったらまた近いうちに上がるかもしれないので、うんうん、見てはいるんですよ、見てはいるんですけど、なんかちょっと年とともに踊れなくなってまあちょっと確かに腰が重くなってきちゃって、ちょっと一人でこれはちょっと確かに一人で、一人でこれはこれこれね、さすがにね、きついですね。誰かにやれって踊らないとちょっとなかなかできないですねそうですね、はい、という感じで、まあ今編集してますんで、あとまあ、うん、もうしばらく近いうちに、うん、はい、上がると思いますので、うん、あ、はい、それ待っていただいてっていう感じになります、はい、これマジも TikTok をやってるので、よかったらフォローよろしくお願いします、はい、まあ、これマジはね、本編の切り抜きみたいな感じで、そうですね、はい、やってますよね。なんかこれマジでも本編以外の TikTok 上げたいですね。上げたいですね、上げたい、ありましょうよ、今撮ってください、今撮ってください、今撮ってください、土井さんちょっと、はい、お願いします、撮りますか、はい、ちなみにその間に何か雑学あります？雑学ですか、ありがとうございます、ちょっとありがとうございます、ありがとうございます、来ました、ありがとうございます、はい、琵琶湖は、年間数センチ動いている、これ本当らしい、大丈夫ですかそれ、もう一個ちょっと気持ち悪いやつでも大丈夫ですか？もちろん、ありがとうございます、人は寝てる間に蜘蛛を食べてる可能性がある、これ本当らしい、ありがとうございます、大丈夫ですか、まだあるんですか、でまだあるかまだあるんですか、まだあるか、すごいですね、わかりました、反町隆史のポイズンを聞くと赤ちゃんが泣き止む、これ本当です、本当でした、先月友達の子供にやったんですか、本当ですか、本当に泣き止む、今の、なんか世界中の子供が泣き止むらしいです、あれ、言いたいことも言えないんでしょうね、赤ちゃんだから、ね、赤ちゃんだから、あ、猫出す、まあでもイントロなんだけど、ね、泣き止むところ、でーんでーでーんでーんでーんでーすって泣き止む、泣き止めました、え、これじゃあいいですか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、どこしまーす、どこしまーす、桜餅見てください、桜餅見てください、見ます、見ます、見ます、期待します、66人、ありがとうございます、ありがとうございます、34人、チャンネル登録マジでお願いします、マジで、え、じゃあ、じゃあ同じ音源でいいですか、はい、行きましょう、行きましょう、撮りましょう、撮りましょう、え、30秒ぐらいあるんだけど、そんなもん、ちょっと多分長すぎる、でも途中で切っちゃえばいいと思います、えいって切って編集でカットすれば、えい、はい、じゃあ、さすが TikTok か、いきまーす、3、2、早かった、1あ、上映ってない、うわー、黄色の方映ってない、おら、あ、俺だ、黄色の、どっち、これですか、あー、あー、すげえ雑、はい、まあこれマジの方でもね、これはこれでいいですよ、このそう、これはこれで、うん、まあね、ハプニング感っていうのも楽しんでいただければっていう感じで、生放送、はい、生放送です、なるほど、はい、私上で言うと、あれ下の方がどっち、こんなに大人数が TikTok の画面に流れてくることないですもんね、確かになかなかの人数、ワンチャン炎上する、大人数すぎて、そんなことないの、なんか過去にいたよね、帰れか、あはい、ということで、はい、次の企画の方に、行きたいと思います、はい、はい、次の企画いきます、はいはい、箱の中身は何だろうなという形で書かせていただきます、何でしょう、はい、まあ皆さんね、これタイトルだけ聞いても、はいはいはい、はい、まあ何やるんだろうってなると思うんですよねそうですね、はい、確かに、という形でまずくじをね、この中に1人引いていただいて、はい、で、名前が出た人が
箱の中身を当てるゲーム、バラエティでよく見るやつですね、こうやって。いわゆる、いわゆる箱の中身は何だろうな、はい、いわゆる箱の中身は何だろうな、いわゆる、はい、はい、っていう形で、まずくじの方ですね、はい、はい、用意しますので、あ、すごい、はい、今回こちらで、はい、作らせていただきましたという、まあ、こちら今回ですね、最年少の鈴木さんにですね引いていただいて、はい、もう失礼します、はい、まあこれね、引いても責任ないんで、はい、ありがとうございます、あ、じゃあ行きます、誰に当たるか、はい、全員楽しめる、うわぁ、嘘でしょ、もう金髪坊主のこれ見れますよ、金髪坊主のこれ見て楽しい、楽しい、楽しいか、じゃあ仕方ないか、仕方ないか、はい、中身何ですか、それは言えないです、それは言えないです、言えるわけないじゃん、それは当てるんです、言えないんですか、言えないです、言えないです、あ、中身何ですか、はい、まあ、一応中身見るの帽子今ちょっと、はい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 、まあ中継繋がってるんですもんね、はい、中継我々には見えないようになってますけれども、はい、繋がっております、ちょっと何が入ってるか分からないんで怖いんですけど、はい、ここに来ればいいんですが、はいはい、はい、じゃあ一番用意させていただきます、はい、という形で用意させていただきました、箱の中身は何だろうなという形でですね、はい、どうですか、怖いですか、あの、初めてなんですよこういうのは、はい、こうね、こう行くのは初めてなんですよ、あ、なんですか、言えないですよ、あ、言えないですか、動くかもしれないし、確かに、はい、動く、はい、噛むかもしれないし、紹介、噛むかもしれないんでね、下に人入ってないですね、あ、人には入ってないですね、はい、じゃあね、早速手突っ込んでいただきたいと思います、はい、あー、まあ危ないからね、危ないよ、何が危ないから、時計の方外させていただいて、はいはい、いやー、ちょっと怖いなー、はい、え、生き物かもしれないですよね、生き物かもしれないし、はい、で、可愛いかもしれないですよね、はい、いや、怖いな、皆さんも、まあ、ちょっと煽ってください、煽ってください、一回ちょっとやってみましょうか、やばいよ、いや、でも、あー、怖い、はい、さ、ちょっと待ってください、はい、はい、待ちます、申し訳ない、はい、小林さんが今時間という形で、なるほど、はい、はい、じゃあ私が今後生きても放されてる状態です、そうですね、生きても何するか分かんない、怖いなー、申し訳ない、怖いなー、はい、変えちゃうのね、はい、ちょっとお仕事、ありがとうございます、はい、本当申し訳ない、ありがとうございます、ありがとうございます、小林さんファンもチャンネル登録マジでお願いします、マジで、はい、最後メッセージ、最後メッセージを、はい、お願いします、あ、みんな、みんな、ちゃ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 、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、チャンネル登録マジでお願いします、イエーイ、ありがとうございました、頑張ってください、頑張ってください、意気殺し状態で、はい、僕が今何をどうしたらいいか分からず、ドキドキした感じでね、はい、始めてるんですけど、怖いな、ちょっと汗かいてきた大丈夫、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 あの、毒はないから、まあ、ちょっとまあ、はい、確かめる感じ、毒はないから大丈夫です、毒はないから、はい、毒はないから大丈夫です、やめてよもう、怖い怖い、早く入れろって、早く早く、早く入れますよ、早く入れろって、あー、ちょっと、これやってる側結構怖いですよね、確かに、毛みたいなのやったけど、毛、いや、それ腕毛じゃないですよ、自分の、俺かこれバカすぎるでしょ、バカすぎるこれでした、皆さん、わかるからこの手のこさっていうのは置いといて、置いといていきましょう、っていうのは置いときます、でもマジで毛があるんだよ、チクチク、噛むよ、え、毛生えてる、動いてる、噛むって、ちょっと待って、動いて、刺すよ、私さっき見たけど、これめっちゃ、めっちゃ、いけ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 、めっちゃやばい、やばい、やばい、あー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 なんかすごい今、え、待って待って、いや、これ私いるのよ、硬い、なんか硬いのよ、これ本物見たことあるんですけど、結構凶暴ですよ、マジで、本当に生きてる、いや動いてるのよ、これだって日本にいないですもん、オーストラリア系、オーストラリアでしか見れないやばいやつ、なるほど、やばいやつ、どこはない、どこはない、オーストラリア結構やばいの多いんですよ、え、なんかちょっと、おお、なんすか、あ、硬いのがいた、え、硬いのいた、硬いのいた、硬いのいた、何これ、ちょ、目とかじゃない、目、なんすか、え、硬い硬い硬い、ガシガシ触って、え、67、あ、67、ありがとうございます、
マジでマジでよろしく、マジでよろしく頑張ってますんでよろしくお願いします。でもこれなんでしょう、あのいけ、なんか形は分かった、形はね、なんちょろ、え、待ってこれ、これあいやいや、あんってなんすかあんってなんでそっちに寄っちゃうの、リアクション間違ってます。全神経が今この両手にいってます、両手にね、ぐーっと、どうどうですか、どうですか、オーストラリア原産の、原産の、原産の、原産、原産とは言わないですね、硬い、硬い、硬い、お、お、いいぞ、いいぞ、これが目でしょ、あ、目、ああ、あ、分かってきた、なんとなく分かってきましたよ、はい、じゃあ、いきますか、答え、はい、行ってみましょうか、はい、この中身は何でしょうか、開けてみていいですか、いや、先に、なんで、あなたが答えの前に、なんで触ってたんですか、何がおもろいの、触らせといて、中身これです、何を、あなたが答えて、あー、正解、間違えてる、正解こちらですから、いや、これ思ったんですけど、はい、わらび、わらび、わらび、カンガルー、カンガルーのちっちゃいやつ、収まらんでしょう、これに、まあ、わかんない、一回見てみましょう、はい、一回見てみましょう、はい、じゃあ正解ですね、はい、こちらになります。コアラのマーチですね。はい、人形になります。こちらにカツラをかぶらさせていただいたっていう形。あ、そう、なるほど。あの、こうやって覗いた時の上からのやつ、やばいっすよ。やばいよね。長距離が。これ。っていう形になります。硬かったところは多分おそらく鼻じゃないかなっていうことですね。はい。マーチだったか。しかもこれ絶対あれですよね。あの最初の時に1本目ぐらいの動画で使ったやつですよね、多分この、ああそうですね、はい、使わせていただいたやつですね、カツラですね、そうカツラね、ストーカー編のやつで、ストーカー編投げた時のカツラです、撮ってたやつですね、はい、お姉ちゃん中身がわからない状態でこれ触ってみてくださいよ、ちょっと結構このカツラリアルな感じ、人毛の使ってるカツラなんで、触れてこれいたら怖くない？怖いよね、はい、結構なかなか嫌な感触しますよね、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、こちらですね、はい、はい、あの富田さんにプレゼントという形で、おめでとうございます、おめでとうございます、あ、ということですよ、はい、はい、今日、はい、なんと誕生日の方がいらっしゃる、おっと、おお、実はね、はい、この中にいるんじゃないかと僕は踏んでるんですよ、はい、はい、誕生日が、誕生日の人が、はい、いると思うんですよね、古畑っぽくなっちゃう、一体誰なんだと、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらいるかもしれない、かもしれないからね、僕は知ってます、知ってるんだったら考える時もないから、ね、うん、誕生日おめでとうございます、イエーイ、いや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 、あの今日誕生日じゃないですあら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 、25日という形で、はい、はい、もう誕生日近かったということで、いいんです、いいんです、社会人3日ぐらい誤差なんですって、いいんです、まあ誕生日おめでとうございます、イエーイ、いやー、誕生日考えられるもあります、はい、はい、まあ誕生日っていうのはね、うん、親に感謝する日でもありますから、産んでくれてありがとうと感謝していただきたいと思います、はい、はい、どういうまとめ、急にいいまとめになっちゃった、いやいやいや、俺まあ毎回言ってるから、誕生日の人にあんたが言われる日じゃないよ、 お母さんとかを敬う日ですよ、毎回伝えさせていただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、母のフェイスなんですね、素敵、はい、素敵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 ですよ、イケメンでやらさせていただいてます、2枚目でやらさせてもらってます、3枚目ではなく、3枚目ではなく2枚目でやらさせてもらってます、黒幕ではなく、あ、え、黒幕でもなく、黒幕ではないですね、イケメンは68、あら、あら、みんな待ってるね、やっぱりこれまでの雑学だったり、はい、おじさんの熱い話っていうのはみんな好きなんですよね、走ってる彼も聞いてるでしょうか、かなり疲れてます、ね、意外と長いな、あと10分なんですよ、はい、おっと、もうチャイムに行ってるよ、そろそろね、間に合うかな、間に合うかな、え、でもね、結構背景が近そうな感じ、あ、結構ね、近づいてるのかもしれないですね、うんうん、うん、はい、という形でですね、まあ、最後、はい、はい、まああの、まあ、あと10分しかないんで、はい、はい、
68人あるやばいですよっていうことがありますんで、まあ、2000人が目標ですから、はい、まあ、あとやっぱり30人近く足りてないですよっていう形なんで、最後 SNS でもう一度、はい、投稿していただきたいなっていうところもありますし、はい、その間に、まあ、私投稿してる間に何もすることがないので、はいはい、サライの方をね歌って中村さんを迎え入れつつ、はい、はい、皆さんに SNS 投稿していただきたいなと思いますので、はい、音楽の方ちょっとよろしくお願いします。でその間皆さん各種 TikTok、Twitter、インスタで投稿ですね、 SNS 投稿お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、富田も、はい、お願いしますという形になるので、まあ、皆さん歌ってる間ね、ちょっと終わったなと思ったら手拍子なんかしていただけると僕の方も歌いやすいので、はい、よろしくお願いしますという感じになります。はい、はい、遠い夢捨てきれずにふるさとを捨てた、うまいな、穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅、A メロこんなんなんですよ。確かに意外と悲しい、はい、憧れは強く、チャンネル登録マジでお願いします。寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた。この辺から知ってるのかな。汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた。桜吹雪のさらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えてた。はい、どうですか皆さん、いやもう TikTok とかインスタとか SNS どうですか。いやいや歌ってくれてる。あはは、皆さんチャンネル登録過ごす30人お願いします。アパートの窓ゴラス、これ生放送、そうです、ほら夜空の星、あはは、みんなチャンネル登録お願いします。夢をうな陽キャ、俺陽キャじゃないんですよ、陽キャじゃない陽キャじゃないんですよ、お腹ちょっと出てるんですよ。ならなけりゃ時の流れに見取りしてるライブ、あーありがとう、やーやーってコメントしてる、やー今日はこれでいい、何やこれを勝手にしてるの、動き始めた朝の街角、チャンネル登録してみて、人の群れに埋もれながら空を見上げてた。桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えてた。これ本当らしいよ。お願いみんなチャンネル登録して、いやー皆さんチャンネル登録マジでよろしくお願いします。ケンさんフォローありがとう。おいおっおっ、歌って歌って、おい離れれば歩けねえぞ俺は。帰ってきました。いやー入っちゃった、無理だ、おめでとうございます。無理、そんな日々運動してない人にこんなことやらしちゃダメだよ。
どうでしたか道中走ってて。いや一応今さ、じゃあ信号あるじゃん、うんうん、で信号で止まるじゃん、うんうん、ちゃんと守ろうって言って守ろうってね、止まって次走り出そうとすると全部が釣りそうになって思ってずっと気持ちだけが前に、そう気持ちだけが前に70人行きました。あと5分で30人皆さんチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。帰ってきた時の方にもあの、はい、はい、お願いします。あ、さあこんにちは、はじめまして、チャンネル登録お願いします。本当にお願いします。さあ君の空へいつか帰るその時まで夢は捨てない。それか閉じれば浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと。あと何人、あと何人、歌ってないと。はい、ありがとうございます。無事帰ってこれた、ありがとうございます。久しぶり、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 あっという間だった。汗だく。はい、あれ、そうか、そうですね。なんであなた偉そうにこんな前で座ってるんですか。なんでどうだった、なんでおかしくない。どうぞ、じゃあ座っていただいて、はいはい、いや座ったらちょっとね、足がつりそうなんですよ。じゃあ座らせて、はいはい、女性陣、女性陣、はい、女性陣、前前前前、どうぞどうぞ、あ、もう行ってください、どうぞどうぞどうぞ、どうぞ、あ、どうぞ、あ、大森さんもどうぞどうぞ、どうぞどうぞ、4人まで座れないと、あ、もう一人大丈夫です、本当です、はい、お願いします、お願いします。残り3分、はい、残り3分間となりましたと。今チャンネル登録が70人、はい、ただ30人足らないで、皆さん TikTok とかのライブ、インスタライブとかで、はい、皆さんチャンネル登録お願いします、お願いします、チャンネル登録マジでよろしくお願いします、マジで、はい、チャンネル登録したい、したい、したい、してください。まあ見てくれてる、もちろん私もチャンネル登録させていただいておりますよ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、マジでお願いします。登録すると面白い動画がね、たくさん見れますんで、チャンネル登録マジでよろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに皆さんの活躍っていうのが見れますんで、はい、ドラマ調だったりね、はい、面白い動画もありますし、怖い動画もあります、うん、はい、胸がキュンとする動画もありますし、はい、スカッとする動画もね、あらば、はい、ありますし、はいはい、ニート彼氏シリーズっていう100日間続くシリーズもありますので、はい、どうなるんでしょうね、今後どうなるかっていうのも見れますし、僕も見させていただいてますけど、すごい楽しみでございます。今度2位に振ります。おー、やばい、ありがとうございます。チャンネル登録マジでお願いします。お願いします。っていうのもありますし、はい、今後ね、新シリーズなんか始まるかもしれないんで、新シリーズ、はい、面白い動画たくさん今後ね上がっていきますんで、はい、毎週火曜日と金曜日ですね、18時に動画が上がりますので、18時、はい、チャンネル登録マジでよろしくお願いします。お願いします、お願いします、はい、皆さんの活躍という活躍、はい、あ、そしたらですね、まず口木さんから、はい、はい、一言お願いします。はい、ですね、今日はこうやってもう2000人間近ということで、記念に皆さんと放送できてよかったです。本当に皆さん応援最後までありがとうございました。ありがとうございます。ということで、これまじまだ始まったばっかりなんですけど、 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube とこれから頑張って投稿していきますので、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。お願いします、お願いします、お願いします。チャンネル登録まずお願いします。はい、次鳥さんお願いします。はい、今日は、ランニングお疲れ様でした。ありがとうございます。ランニング、せめてじゃない、マラソンね、ランニングちょっと急に育ちます、ただ運動した人だけだった、やりたくてやったみたいな。いやでも本当に皆さん今日は、1時間、短い間でし、はい、したけども、ご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後とも動画は、週2で投稿されるので、はい、ぜひ登録していただいて、毎週火曜日と金曜日が楽しみな曜日になるように、はい、面白い
動画を作っていきますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録マジでお願いします。お願いします。じゃあ次高橋さんお願いします。はい、1時間お付き合いいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあこれまで委員長とか、まあ、はい、マドンナとかそういう系やらせていただいたけど、はい、新たな役にも挑戦して、で皆さんにこれマジ良かったよって思ってもらえるような作品を作っていきたいと思いますので、はい、チャンネル登録バリでお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大丈夫。おもちさんお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。これマジは、面白い動画も感動の動画もあります。はい、もちろんあります。怖い動画も、はい、あとは爽やかな。爽やかな。だけじゃなくて、他のシリーズもまたいろいろ出ていく。そうなので、皆さんぜひチャンネル登録と、インスタとかツイッターとかティックトカとかの登録、フォローもお願いします。今日はありがとうございました。閉めちゃった。チャンネル登録マジでお願いします。はい、じゃあ次鈴木さんお願いします。はい、1時間ありがとうございました。これからも頑張っていきますので、チャンネル登録応援よろしくお願いします。はい、チャンネル登録マジでお願いします。お願いします。はい、じゃあ次金髪坊主富田お願いします。はい、ね、みまさん今回はご視聴ありがとうございます。今後ともね、皆さんのねご期待に添えるようにいろんな作品出させていただいて、自分も頑張って皆さんを楽しませられるように、頑張りますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。じゃあ最後ね、ご覧さんに走っていただいた、はい、ランナー中村さんお願いします。ずっと走ってたんで、どういう内容だったかちょっとわからないんですけど、でもみんな頑張ってたと思います。僕も頑張りました。こんなドラマ見てみたいとかあったら気軽にコメント欄に入れてください。よろしくお願いします。チャンネル登録マジでお願いします。チャンネル登録マジでお願いします。最後ですね、はい、じゃあチャンネル登録者の発表ですね、はい、はい、今1974人という形で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー悔しい、2000人いなかった。じゃあチャンネル登録して、あと26人やね。あと26人いっぱい走った方がいい。何すればいいんだよ。怖いの。やりすぎやりすぎやりすぎだから締めれない。やりすぎでした。はい、やりすぎです。はい、はい、まあ今後もね、こんなような、生放送だったり、まあドラマがメインになりますけど、はい、まあやっていきますので、はい、また今日は行かなかったですけど、8月中に2000人ね、目標にやっていきましょう。あと何日ですか？あと3日ですね。3日、はい、3日あればいけますが、はい、またアーカイブ見てね、チャンネル登録してくれる人もいるかもしれないので、うん、チャンネル登録最後いきましょうか、はい、チャンネル登録マジでよろしくお願いします。イエーイ、お願いします。マジでマジで配信ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。YouTube です。お願いします。お願いします。お願い。